1959年の一人ながら、1990年まで一切秘密文書をしてる。俺たち、イチガエル、ピノスケ、社長、副社長。というわけで皆様、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。はい、遅くなりました。遅くなりました。本当に遅い。もう新年一発目にやってもらう企画は、おい、おい、新年らしくミステリーでございます。はい、どこがミステリーとか新年なのか。やはりこうね、あの新年は開けるものじゃないですか。ミステリーは謎が開かないものですから、ね、やかましい。篠之助でございます。僕紹介するのは、ダンシングマニアってやつですね。ダンシングマニア、まあ、ダンシングマニアっていうのは、まあ、一番古くて7世紀に起きた事件なんですけども、それは人がこう急に踊り出して止まらなくなる、ずっと踊り出して最終的に餓死するっていう事件が多発したんですよ、世界中に。その中で一番大きな被害があったのがストラスブールのダンシングマニアってやつなんですよ。まあ、ストラスブールといえばフランスにありますよね。まあ、1518年頃にある女性が急にパーッと踊り出したの。その声どっから出たんだよ。一人ぐらいやったら全然問題ないんだけど、一週間後には100人が、あーあーああって言われましたね。こう、なんで、なんで、わかんない、それが理由が。最初はなんか宗教的なあれかなみたいな感じで、ほっといたらしいんだけど、1ヶ月後には、なんと、400人になってるの、それが。もうみんな踊り狂って、止めてくれみたいな感じだったの、本当に。すげえ。自分の意思とは関係なく踊っちゃうっていうことなの？そこわかんなくて、まだその時は。めっちゃ大規模のギャルサーみてえじゃん。ギャルサー、そしたらもう警察も宗教的な感じかなとか思っちゃって、もう好き放題踊らしたらこいつら気済むだろみたいな。おいおいおい。なんか市役所みたいなとこをこう開いて、もうどうぞ踊ってください、好きなだけみたいな感じでやったのよ。役所ね。で、楽器隊っていうかそういう人もこう入れて、こうトランペット吹きながらわーってやってるわけですよ。はいはい、悪乗りしちゃったと。気済むかなと思ったら、脳卒中だったりとか、疲労で倒れたりとか、心臓麻痺で倒れたり、バッタバッタ死んでくるのよ。へぇー。まあ記録に残ってるのは、そっから100人以上死んだらしいんだけども、もう原因が、あのペストなんじゃねえかって、ペストの病気でこうやって踊ってそういう風になったんじゃねえかって言うんですけど、いまだに真相が分かってない謎の事件、これがダンシングマニアってやつ。なんかくねくねみてえな話だね、なんかね、夏のお前それ。はい、社長でーす。というわけで私が紹介するのはディアトロフ岬事件というね、まあ本当に意味の分かんない事件なんですけども、まあ、これは1959年、ロシアで起こりました。はいはい、はい、まああのあるね、男女、の若者9人がですね、ロシアにあるウラル山脈っていうのをこう登山してたわけですね。はいはい、雪山をで登っていったんですけど、途中から、なんかどうやら登ってる山というか道が違ったってとこで、でこのまま戻ったりすると、まあ山だから危ないってことで、今日は一旦ここで泊まろうっていうとこまでは分かってるんですよ。でここから全く連絡が取れなくなって、でちょっとじゃあ捜索だってことになってみたら、そいつらが泊まっていたであろうテントがズタズタに引き裂かれてて、で中にはもうなんか全然誰もいなくて、でそこから点々とその登ってった若者の死体が次々に出てくるんですね。これがまたすごい不可解なんですけども、雪山ですよ、真冬の、にもかかわらず真っ裸の状態で見つかったりとかで、中にはなんか本当に男2人でね、なんか こんな感じでこんな感じでちょっと語りかけてるようなまんま2人とも死んでたりとか、そうで中には靴下だけでなんか走ってったところ後に死んでったりとか、なんかそういう意味のわかんない死に方してるんですよ、みんながとにかく、で検視をしてみたら、でなんか致命傷になる傷も負ってないし、で、その後にあの要は着てた服とかをね、調べてみたら、なんか知んないけど高濃度の放射線が見つかったりとか、そうで、要はこれはなんかそこからいろんな憶測が飛んで、まあ、実はなんか雪崩にやられたんだとか、ロシアの核実験に、まあ、当時冷戦ですから、あの核実験で被害あったんだとか、いろんな憶説がついてるんですけども、いま、だに分かってないんですよ。でまたこれが面白いのが、ロシアの政府がこれを1959年に起きときながら、1990年まで一切秘密文書にしてるんですよ。怪しいなぁ。そうだから何かはあるんですけども、それはもう多分もうソ連が崩壊してしまった以上何も分からずじまいの状態なんですね。っていうのがディアトロフ岬事件です。なんか人体実験やってたかもしれない、ね、いや全然ある。全然。ということで、じゃあ副社長でございます。何だとこのやら。うわー、おい、よし、今のミステリー、ミステリー、分かったか。謎めいてたろ、謎めいてたろ。ポッカーンとしてた。そうです。すさまじい、すさまじい、ミステリーだ、ミステリー。
この世の中、この世界にはですね、いわくつきのものであったり、いわくつきの場所みたいなのがあるじゃないですか。はいはいはい、うん、日本にもね、実は歴史上あるんです、そういう場所が。はい、それがですね、岐阜城です。岐阜城？そう、岐阜城。信長の。そうなんです。あの岐阜にある、そう、岐阜にある。あんでくり、分かりきったことを繰り返したね。とにかく、あの岐阜城っつうのは、はい、もうことあるごとに悲惨な死に方をしてんの、みんな城主たちが。へえ。じゃあまず岐阜城の前身であった稲葉山城の斎藤道山から。お、出た、岐阜城の斎藤道山は子供の義達との争いで長良川の戦いで廃止します。おお、マムシが、マムシはね、うん、でその子供の義達は5年後若くして病死。へえ。その子、辰沖は信長に攻められ、うん、まあその後朝倉に逃げるんだけど、うん、その朝倉が信長に滅ぼされ、その時討ち死に。おー。その後、まあ信長が城主になって、その後その子供である信忠が城主になるんだけど、この二人は本能寺の変で二人とも死亡。信長のまた子供の信忠が、まあ、城主になるんだけど、秀吉と賤ヶ岳の戦いの争いに負けて自陣、ええ、その後常沖は子供と共に小牧長久手の戦いで討ち死に。おー。そしてその後に輝政が城主になるんだけど、この輝政は政府。おー、何かあるんだ。よかったぜ、危ねえ危ねえ危ねえ。羽柴秀勝が、城主になるんだけど、その人は朝鮮出兵でこれまた病死。信忠の子供である秀信が城主になるんだけど、うんうん、この秀信は関ヶ原で西軍について高野山に送られて、うん、これまた5年後に病死か自害か不審な死に方をするんですよ。すごいね。要は岐阜城の城主になった人間はことごとく変死というか悲惨な死に方をしてんの。へえ。輝政なんでだったんだろう。でも輝政だけは政府だったのよ。でも岐阜城ってまあ結構有名な城じゃんか、うん、まあ、実はそういったなんか暗い過去というかミステリーな部分もあったりとかするんですね。はい、というわけで、はいはい、ミステリーお話ししてもらいましたけども、うん、オッケー、まあいいじゃないですか、広げて歴史以外も。歴史はさ、もうミステリーばっかあるから。まあ言うたってね、もう昨日のことですら本当にあったかどうか分かんないからそれは分かる、通ずるとかある、ね、そういうのかな。ということで、面白かったらチャンネル登録、高評価、よかったらコメントの方よろしくお願いします。このスピードこそまさに電撃作戦、こちらでございます。副社長ミステリーでした。お前が言うともう嘘しかない